株式会社オルトメディコの企業理念と会社概要をご説明します。オルトメディコは2005年6月に設立され、現在は東京都文京区小石川にある住友不動産後楽園ビルにオフィスを構えています。主な事業内容は一臨床試験の受託運営であり、設立当初から 多くの臨床医の先生の協力を得て、現在に至ります。オルトメディコは2005年、国立大学法人東京医科歯科大学のオープンラボからスタートしました。2009年には、東京医科歯科大学附属病院にある高気圧治療部と、 原圧症に関する共同研究を開始し、2011年には医療法人社団申請会と航空ケアに関する共同研究を開始しました。同年10月には原圧症の研究で学会優秀賞を受賞しました。2012年には新たに国立大学法人筑波大学と 食品の機能性に関する共同研究を開始しました。その3年後、2015年にはスタッフも増えたため、東京医科歯科大学付近のオフィスビルへ移転し、同年、産業技術総合研究所と、匂いと認知症に関する共同研究をスタートさせました。その2年後、さらにスタッフの数が増えたため、 現在の住友不動産工楽園ビルに移転しました。山岳共同研究の勢いは止まらず、オフィス移転の同年に、学校法人、早稲田大学と紅茶の機能性に関する共同研究を開始しました。また、同年の10月には、2011年より継続している医療法人社団新生会との 航空ケアに関する共同研究で若手奨励賞を受賞し、現在に至ります。オルトメディコは設立当初より、一研究者として皆様の研究支援に携わることを念頭に置いてきました。そのため、積極的に多機関との共同研究も行っていきますし、その研究を広めていく活動にも力を入れています。 受託業務だけでなく、純粋なアカデミア研究にも力を入れることで、オルトメディコの研究力を維持し続けています。オルトメディコの社名の由来について、オルトはギリシャ語でまっすぐに、正しい、歪みのないの意味を指します。そしてメディコはメディカルとコンシェルジュを合わせた造語になります。 もともとオルソとは、電子国土基本図で用いられる用語でもあり、写真上の像の位置ずれをなくし、空中写真を地図と同じく、真上から見たような傾きのない、正しい大きさと位置に表示した画像をオルソ画像と呼びます。私たちも常にまっすぐな気持ちで研究に取り組み、正しい歪みのないオルソデータを目指した、 技術の高い統計解析手法を組み入れた試験計画をご提案することをモットーとし、臨床研究を通じて様々な業界の橋渡し役、コンシェルジュのように社会貢献したいという強い思いを込めています。オルトメリコの社名の由来にある、まっすぐに、正しい、歪みのないという堅実さは経営面にも反映されています。 東京商工リサーチが行う企業信用調査から、オルトメディコは100点満点中55点以上の評価を得ています。55点以上の点数を持つ企業は全国でも8%しかいません。社会貢献を実現するには、企業の体制が整っている必要があります。オルトメディコは、 自身が掲げる社会に対する使命を遂行していくべく、社員が安心して働ける環境づくりにも力を入れています。次に、オルトメディコの企業理念です。私たちオルトメディコは、食の安全を証明するための努力を惜しまない。仕事に誇りを持ち、仕事を通じてお互いを高め合う。 今のオルトメディコがあるのは多くの人々のおかげであることを忘れずに感謝の日々を送ります。この3点を企業理念として食品の臨床試験事業に取り組んでいます。食品には3つの機能が存在することをご存知でしょうか。第一次機能は栄養的機能として食品の栄養素において 人の健康の維持、増進、成長、発育に関わるものを指します。第2次機能は思考的機能で、食品の味や匂い、見た目、歯応えといった人の感覚に対する機能。第3次機能は、生態調節機能として、体のいろいろな機能を調節する機能を持つ食品を指し、 特定保健用食品、いわゆる特保や機能性表示食品などは、この第三次機能を持つ食品となります。特保や機能性表示食品が体を調節する機能を持つということは、目的とする作用とは反する、望まない目的外の作用が現れる可能性があり、このような食品は、たとえ食品であっても、 一定の健康リスクも持っていることを意識しなければなりません。ここで、日本の食の安全性の制度を考えてみましょう。まず、日本では食の安全性をどのように担保しているのでしょうか。これまでは、食品、飼料等に含まれる有害物質の毒性や分布の実態を把握することの制度や、 徹底的な品質管理制度などを設けることによる健康への悪影響を最小にするリスク管理によって食品の安全性が担保されてきましたしかし先ほど説明した第三次機能に特化した食品の登場により望まない目的外の作用の発言がないことを証明する必要が出てきましたこれまでの食品の安全性の担保は 成分に着目したリスク管理にとどまるため、従来の制度だけでは、第三次機能を持つ食品の安全性の担保は不十分と言えます。科学的観点から考えると、第三次機能を持つ食品の安全性を担保するには、実際にその食品を食べることで、どのように私たちの体が変化するのかを調査して検証する必要があります。 しかしながら、食品販売を事業とする企業の多くは、これまでに実際に摂取することでの安全性の評価を行ってきませんでした。このような背景を受けて、私たちオルトメディコは、研究のプロフェッショナルな集団として食の安全を証明することをミッションとして掲げ、日々最新の情報を各方面より収集することに努力を惜しまず、 食の安全性を評価する上で十分な担保が得られる方法を考案し、陰ながら皆様が安全で健やかな生活を送れるようサポートをしています。私たちは今もこれからも研究支援という形で皆様の生活を支え続けていきます。